ナタラマンチャンネルです。今回はほら、前回見ました人シーン、なんでママシーンシーンで今回はね、秘密って言ってたんですけど、今回は銀河水に出てきたここへ取り入れここサンダータランビアを紹介したいと思います。尻尾がなんでこれなの見せてください。タクシー、タクシーが見えてる。やっぱりわかんないボスが超高いんですよ。サンダータランビアは金眼鏡に出てきた怪獣で、ここがねドリルになって、目が4つあります。目が4つ、ほら1,2,3,4、ほら見て、ほら見て、あ、おっきい、かわいい。今くる、早くくるくるできます。ピグモンかわいかったよね。ゼロファイトに出てきたんですよ。分かってる、分かってるよね。分かってるよね。これね、グリームスラーとかもあります。そういう話はもう関係ないわ。ここにね、角もあって嬉しいですね。リスクはないけどね。ここにね、尻尾があります。狼みたい。これ、狼みたいな尻尾みたいですね。ふわふわみたいな。戦ったんですか。これ身長40メートルで、戦った人はね、銀河、ウルトラマン銀河銀河ソフビあるからね。やめてということで、私ね、さっさとこれどん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 置いてくる。これ刺したら痛いから。痛い。これオーロラ姫みたい。オーロラ姫のドリルで、プス、わーって。だっけそんなシーン。合ってる？本当？うん。だ。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。